フラワーショップ立花です。あ、ごめんなさい、つい癖で。うん、わかった、すぐ行くね。お待たせ。それで今日はどうしたの？で成績が下がっちゃったんだ。恋愛の勉強よりも学校の勉強をしなさいってお母さんに怒られたよ。えへへ、もう2人だと何話していいかわからなくなっちゃ、まだまだだな。恋愛漫画の読みすぎで成績が下がっちゃったんだ。恋愛の勉強よりも学校の勉強をしなさいってお母さんに怒られたよ。もう、はい、二人だと何話していいかわからなくなっちゃ、まだまだだな。はい、えへへ、二人だと、えへへ、お花を買うならフラワーショップ橘をよろしくお願いします。お花を買うならフラワーショップ橘をよろしくお願いします。なに？はい、えへへ、恋愛漫画の読みすぎで成績が下がっちゃったんだ。恋愛の勉強よりも学校の勉強をしなさいってお母さんに怒られたよ。心があなたで溢れてきちゃう。あなたが勧めるならバトルものの少年漫画も読んでみようかな。あなたが勧めるなら、お花を買うならフラワーショップ橘をよろしくお願いします。二人だと何話していいかわかる。あなたが勧めるならバトルものの少年漫画も読んでみようかな。お花を買うなら、もう近所に新しい花屋ができたの。うちよりも大きいお店で花の種類も多いんだ。でも看板娘はうちが飼ってるもん。近所に新しい花屋ができた。ドキドキするね。もっと近くで見て。気に入っていただけましたか？少しくらいなら見られても。どうかな、変じゃない？恥ずかしいな。そこなの？そんなにじっくり見られたら。私、変な気持ちになってきちゃった。見えてるの？恥ずかしいけど、
少しだけならいいよ。足好きなんだね。恥ずかしいけど、あなたのためなら。どうかな、少しは自信あるんだぞ。あなたが進めるならバトル。あお花を買うならフラワーショップ立花をよろしくお願いします。え、いきなり？そんなのまだ早いよ。どんな展開になっちゃうんですか？
ございます。